レーモンド・ダマディアンは、アルメニア系アメリカ人の医学者で、磁気共鳴スキャン装置の発明者である。生体細胞内のナトリウムとカリウムの研究から、核磁気共鳴の実験を行い、1969年に、世界初の MR 人体スキャナを提案。NMR の共鳴の緩和時間に差が生じるため、主要の組織と通常の細胞組織等を破壊せずに、識別可能であることを発見した。 1977年、悪性腫瘍の診断のために、世界初の人間の全身の断層画像を撮影。NMR による安全かつ正確な断層画像撮影法を発明し、それが、核磁気共鳴画像法と呼ばれるようになった。ニューヨークのアルメニア人一家に生を受ける。1956年、ウィスコンシン大学マディソン校で数学の学士号を取得。 1960年、ニューヨークのアルベルト・アインシュタイン医学校で修士号を取得。また、ジュリアード学院で8年間バイオリンを学んだ。ダマディアン・ノア・プラタス・アンド・メソッド・フォー・ディテクティング・キャンサー・インテッシュ1971年サイエンス誌に、掲載された論文で、核気共鳴を使えば破壊せずにしようと、正常な組織を識別できることを発表。 これを悪性腫瘍の診断に活用できるのではないかと示唆したが、後の研究で確かに違いはあるものの診断に使うには微妙すぎると判明した。全身を一点ずつスキャンする当初の技法は、悪性腫瘍の実用的診断方法にはならないことが明らかとなった。1972年 NMR で悪性腫瘍を検出する方法について特許を出願し、 1974年に初の MRI 関連の特許が成立。アメリカ国立科学財団によれば、その特許は、癌細胞を特定するため NMR を使って人体をスキャンするアイデアを含んでいた。しかし、その特許には、スキャン結果から画像を生成する方法や、どのように正確なスキャンをするのかといった詳細が説明されていなかった。1950年代には、 ハーマンカーが一次元の MR 画像を生成する方法を発表していた。ダマディアンが NMR を医療に応用する可能性を示したことに触発され、ポール・ラウターバーがカーの方式を発展させ、MRI で二次元、または三次元の画像を生成する技法を開発した。そしてノッティンガム大学のピーター・マンスフィールドがより短時間でスキャンし、 ラウターバーよりも鮮明な画像を得る技術を確立。ラウターバーやマンスフィールドは動物や人の手足を対象としたが、ダマディアンは人の全身をスキャンする MRI 装置を世界で初めて制作した。その技法はフォーカスドフィールドと呼ばれる技法を使っており、現代の MRI 装置とは大きく異なる。MRI の歴史上ダマディアンの功績は、 NMR による全身スキャンというコンセプトを考案したことと NMR の緩和時間の差を発見したことである。1977年7月3日、世界で初めて人間の全身を対象とした MRI の実験を行った。一つの画像を得るのに5時間かかった。画質も現代的基準から見れば未熟なものである。タマディアンのチームは7年間の長きにわたって、 精力的に働き、この実験にこぎつけた。彼らは、多くの人が無理だと言っていたことに立ち向かった、自分たちの精神にちなんで、その装置を、インドミタブルと名付けた。しかし、その後ダマディアンの方式を採用した、MRI 装置は普及しなかった。彼が1972年に出願した特許は、画像化について説明しておらず、癌細胞を検出する。 ガイガーカウンターのようなものだった。彼の特許について、ラウターバーのアイデアは生体に NMR を応用するものであるのに対して、ダマディアンのアイデアは切除した組織から NMR を使って、癌細胞を検出するものだという噂が流れた。ダマディアンは自身の用語としたことを主張し続けた。しかし、実際 MRI を発明したのはダマディアンではなく、ラウターバーであり、 ダマディアンの特許を精査しても MRI につながる画像化についての説明は全く見られない。結局、1977年7月3日に実験した装置は公式が異なるため世界初の MRI と言えるものではなく、その技術は商用化に失敗し途絶えた。彼の装置はスミソニアン博物館が収蔵している。1978年、 ホナーという MRI スキャナ製造会社を創業。社名はフィールドフォーカスドニュークリアマグネチックレゾナンスの略である。1980年に最初の製品を発売。ダマディアンのフォーカスドフィールド方式はラウターバーの方式より効率が悪く、ホナーの MRI スキャナは商業的に失敗に終わった。結局、ホナーはダマディアンの方式を捨て、 ラウターバーやマンスフィールドの方式に切り替えた。ダマディアンとホナーは MRI スキャナのメーカーからダマディアンの特許のロイヤルティを徴収しようとした。オくク大企業が和解に応じたが、ゼネラルエレクトリックとは裁判になり、ダマディアン側に有利な1億2900万ドルの支払いを GE に命じる判決が下された。ダマディアンはホナーの大株主で全体の8%。 約650万ドル相当を所有している。全株式の8%しか所有していないが、ダマディアンの持つ株は特別なクラスに分類されるもので、ホナーを完全に支配している。植え込み型心臓ペースメーカーの開発で知られる、ウィルソングレートバッチと共に、MRI 対応のペースメーカーを開発。また縦型 MRI を発明し、アメリカ各地15カ所に MRI センターを建設した。 1988年にはアメリカ国家技術賞を受賞し、1989年には発明家の伝道に選ばれた。最初の MRI 全身スキャナ装置は1980年代にスミソニアン博物館に寄贈され、オハイオ州にある発明家の伝道がそれを借りて展示している。2001年 MRI スキャナを発明したとして、 レメルソン MIT 賞の生涯貢献賞と10万ドルを受賞。フィラデルフィアのフランクリン協会は、ダマディアンの MRI 実用化への貢献に対して、バウアーアワードを授与した。また、ナイツ・オブ・バータンにより2003年の、マン・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。2003年9月、エコノミスト氏から、バイオサイエンス分野のイノベーション賞を授与された。2003年、 ポール・ラウターバート・ピーター・マンスフィールドが MRI 関連の業績によりノーベル生理学・医学賞を受賞した。ノーベル賞では最大3人が同時受賞できることになっているが、ダマディアンは受賞を逃した。ノーベル賞が発表されるずっと以前から MRI 開発における各人の貢献については議論があり、MRI についてなかなかノーベル賞が授与されなかったのも、 ダマディアンの功績をどう評価するかで議論が分かれたためだと言われている。ダマディアンは自分とラウターバーが発明者だと主張し、ラウターバーは自分だけだと主張していた。1997年、米国科学アカデミーが MRI 開発のマイルストーンの年表を作ったが、初期の12のマイルストーンのうち4つがダマディアンに関するものだった。類似の出版物の中では、 異例の期間を経て2001年に、それが出版された時、ダマディアンに関係するマイルストーンは掲載されなかった。本文では、ダマディアンの技法について、悪性腫瘍を検出、診断するには、臨床的に信頼できないものと判明したとしている。ダマディアンの弁護士がナズに脅迫めいた手紙を送ると、ナズのウェブサイトの文言が更新されたが、 それもダマディアンが満足するような内容ではなかった。2002年、ダマディアンは、もし私が生まれなかったら、MRI は存在していただろうか。私は存在していたとは思わない。ラウターバーが生まれていなかったらどうだろうその時は結局私が発明していただろうと述べている。ニューヨークタイムスは次のように記している。論争は、ダマディアン博士とラウターバー博士の間のもので、学会では、 長年知られていた。ノーベル委員会は物議を醸すような発明。発見には及び腰になるため、各時実共鳴画像法に関して、ノーベル賞を授与することを避けるだろうと思われていた。ラウターバー博士は74歳で健康状態が思わしくなく、死後には贈呈できない。ノーベル賞を授与するなら今しかなかった。ラウターバーとマンスフィールドのノーベル賞受賞が、 発表されると2003年10月から11月にかけてレイモンド・ダマディアンの友人たちと名乗るグループがニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、ロサンゼルス・タイムズ、スウェーデン最大の新聞ダーゲンスに受けてるに実際すでに先行は済んでおり受賞者は決定済みだったためダマディアンはラウターバート・マンスフィールドに対してダマディアンが同時受賞するのでない限り ノーベル賞を辞退すべきだと提案した。何人かの MRI 専門家がダマディアンを支持したが、ニューヨークタイムズのコラムニスト、ホレス・フリーランド・ジャドソンは、ダマディアンより、ノーベル賞にふさわしかったのに、ノーベル賞を受賞できなかったリーゼ、マイトナー、オズワルド・アベリー、ジョスリン・ベルバーネルを挙げ、ダマディアンらの動きを批判した。ダマディアンは、癌細胞を NMR の緩和時間の違いによって、 検出できるという仮説を立てただけで、画像を得る方法を開発したわけではないという指摘も、ある。ラウターバーとマンスフィールドへのノーベル賞は、核気共鳴画像法に対するもので、ダマディアンが除外されているのは最もだとも言える。ラウターバーには仲間である研究者や科学者が味方に、ついたが、ダマディアンは、自身の特許で莫大な富を得た医学者とみなされていた。 オレゴン健康科学大学の MRI 専門家、チャールズ・スプリンガーは、学会全体で投票を行えば、ノーベル委員会の選考を支持する結果となるだろうと、述べている。また、タマディアンが、多くの場面で科学者らしからぬ行動をとっているとし、例えば1977年の全身スキャナの発表で、どの部位の癌でも発見できると述べたのもそうだったと、指摘する者もいる。 ニューヨークタイムズは MRI は癌の初期診断ではなく場所の特定に使われているとしたが、これは話を単純化しすぎている。実際、MRI でしか診断できない癌は存在する。ダマディアンは学会での過激な言動で知られ、キリスト教根本主義と若い地球説を信奉している。また、インスティチュート・フォー・クリエーション・リサーチの技術諮問委員会の委員でもある。 哲学者、マイケル・ルースは、ダマディアンのそのような信仰が、ノーベル賞を逃した原因ではないかと推測している。ダマディアン自身は、あなたは、創造論を信奉する科学者だから、ノーベル賞を受賞できないと言われたことはなかった。それが原因だったとしたら、私は何も知らなかったと述べている。ありがとうございます。